誠に申し訳ございませんでした。吉田、お前も頭下げろ。吉田、お前は先に部署に戻ってろ。安心しろ、ここは俺に任しとけな。誠に申し訳ございません。いや、もう今回は会社にすごい損害が出てるからさ、もう本人から話聞かないことにはさ、どうにもなんないから。ミスをしたのは吉田君でいいね。吉田は何も悪くありません。すべて僕の責任です。君はいい上司だな。いい、こっちで調べる。あー、やっぱり吉田君が書類作ってんな。あ、発注の数は合ってんのか。で、価格は合ってて、あ、吉田君は正しい書類を作ってて、それを提出しなかったのが君なんだね。君のミスだよね。吉田は何も悪くありません。吉田は何も悪くなかった。怖い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 。え、吉田をなんで連れてきたの？え、彼はどういう気持ちでここで頭を下げてたの？ねえ、やばい、どういう感情なのね。全ては上司である僕の責任です。上司であるってやめて。その何かをかばってる感がすごいから。本当のことなんです。嘘はついてないよ。すごいやり方見つけたね。ちょっと先に聞くわ。え、なんでこんなミスしちゃったの？間違って捨てちゃいました。バカのミスじゃねえか。バカのやるミス。いつも言ってるよね、コピーしてちゃんとファイルしときなさいって。吉田にはきつく言っておきます。お前に言ってんだろ。吉田に言わなくていいよ。実はゴミ箱から回収しようと思ったんですけど、もうゴミと一緒に捨てられてしまいまして。まあそうだろうね。無論清掃のおばちゃんには何責任。巻き込むな巻き込むな。おばちゃん巻き込むな。かわいそうに。もう君の給料がもう減るだけだから。部長、上司のミスは部下の責任。あ、ごめんなさい、聞いたことないよ。全く聞いたことがない。もう最低なこと言ってるよ。みんなの給料ちょっとずつ下げる。やべ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 って。いや、君の給料だけ下がるんだよ、いっぱい。もうそれだけ。もう逃げらんないから。あ、君のミス以上。いいよ言って。何？佐々木係長と受付の美穂ちゃん不倫してます。なんでそんなこと言うの？そんな誰も幸せにならない、そんな後ろ足で砂をかけるような。いや、本当のこととかどうでもいいよ。あのさ、もうこんなこと言いたくないけど、この件はもう私の責任ってことでもう片ついてるから。部長、言いたいのは、部下のミスを上司がかばう、これ当然のことでしょ。すいません、僕が間違ってました。もう堀内やめとけ。もうそんなことだ。今回の件、僕の責任です。堀内、そんな部長の責任は免れないなんて、そんな。かかってねえじゃん。